まずは私のお友達からぜひご紹介したい方がいるんですと言って、ちょっと前にご紹介いただいた素敵な方なんですが、まずご紹介したいと思います。今バックで音流れてるんですけどもね、これ実はペットボトルで音が流れてるんですよ。そのペットボトルで音楽を作るペットボトルオーケストラをなさっていらっしゃるアンモさんにお越しいただきました。おはようございます。はい、おはようございます。アンモです。よろしくお願いいたします。はい、そして今日パートナーをお連れくださったんですよね。ご紹介いただけますか。はい、我がペットボトルオーケストラが誇りますメインパフォーマーです。はい、打楽器奏者伊勢雄一。おはようございます。伊勢さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今この後ろでシャカシャカ鳴ってるのが、これがまさにペットボトルで作った音なんですよね。はい、でペットボトルオーケストラ結構大きく出てるじゃないですか。はい、あのペットボトルでオーケストラになるもんなんですか。そうですね、その例えばこれ今流れてる音楽もそうですけど、はい、いろんな音の工程がありますよね。はいはい、でそれを、まあ、合奏するって考えると、はい、オーケストラっぽくこうイメージが膨らんでくるんですね。はい、なるほどなるほど。実は今スタジオの中にもですね、いろんなペットボトルを持ってきていただいてるんですよ。あ、もう音がすでになってますね。あはい、あのちっちゃなものから大きなものまで中に入っているものもいろいろ違いますよね。はい、はい、そうですね。例えばこれが一番ベーシックなセットになるんですけれども、はい、セットなんだ。はい、そうですね。この小さめの 350ml ボトル、そうです、 350ml に BB 弾を入れた状態ですね。 BB 弾、はい、あのバシッて打つやつですね。そうそうです、の弾ですね。はい、はい、でこれを振るとこんな音がおするので、はいはいはい、この子はですね、シャカっていう名前をつけました。シャカ、はい、なるほど。そしてこいつがセットのもう一匹でしたですね。はい、500ml ボトルに、はい、これは B 玉、はい、綺麗なブルーの B 玉が入ってます ね。でこれを入れるとこういう、お、なるほどなるほど、これ単に聞こえますかね。うん、ということでシャカとタン、そうです、シャカとタンということで、うんうんうん、シャカタン、二人合わせてシャカタンという、あ、だから今ここにすごく可愛らしい絵が描かれていますね。シャカタン、うん、はい、あ、可愛いボードを持ってきてくださっているので、はい、動画をご覧いただければこの絵も見ていただけるかな。シャカちゃんとタンちゃん、そうですね、はい、はい、そしてそしてで、まあこれをですね、子供たちに、作ってもらって、そして一緒に合奏しようというのが、はい、まあ基本的なコンセプトですね。なるほど、確かに身近なものでできるので、はい、材料はすぐ手に入るでしょうし、はい、ちょっと BB 弾はね買いに行かなきゃいけないかもしれないけど、はい、比較的身近なものですぐ作れる。 そして音も別にね、練習しなくても振るだけで音出ますからね、うん、どなたでもチャレンジできると。そうです。でもちなみにどうしてこういうものを始めようっていうことになったんですか。あ、伊勢さんが担当かな。はい、はい、まあ、例えばはい、こう楽器がまずできる経験がある人はもちろんですけど、ない人でも、その今おっしゃったように、薬味さんおっしゃったように、その振れば、はい、とりあえず音が出ますよね。はいはいはい、ですから例えばこれを振ることで初めてその音楽に触れる、うんうんうん、まあ、これが複数の人数であれば合奏になるわけですよね。はい、そういう合奏する体験にもなる、うんうん、そんなことを考えると一番こう手っ取り早いものではないか。だから何か楽器を買って、はい、練習してっていうよりも、うんうん、まずその音でリズムを刻んで、はい、みんなと一緒になれるっていうところの面白さ。うん、確かに、はい、楽器っていうと本当に買ってこないとリコーダーだって手元にないですもんね。まあ、ね、はい、でそれを、まあ、リコーダーだったらそんなに大したね大きな金額ではないかもしれないけど、うん、いわゆるちゃんとした楽器らしい楽器だと、例えばギターにしても、まあ、管楽器のトランペットにしても結構高いんですよね。そうですね。しかも、まあ、これですと本当に、まあ、うん、はっきり言って所詮ゴミなんですね。そこまで言っちゃうとちょっと悲しいですけど、でもまあそのゴミになる、はい、はずのものを、はい、ちょっと手を加えて工夫してあげることで、はいはい、で僕たちイベントやるときにはですね、ここに子どもたちにいろんなシールとかビニールテープとか貼ってもらって、ね、デコレーションしてもらうんですね。そうかそうか、自分だけのマイ楽器が出来上がるわけですね。自分の名前をシールで貼ったりすると、はいはいはい、そうすると本当に愛着で、なおかつそれをその場で一緒に演奏すると、うんうん、あ、ちゃんとした楽器だねと、で愛着が湧いて、 そして大事に使えると。
でそういう工夫の部分もあるわけですね。その物を大切にする、うん、俗に言う 3R ですか、リユース、リデュース、うん、リサイクル、はい、っていう部分と、ね、はい、この工夫をすることでいろんなことができるというのも一つ、うんうんうん、体験していただきたいことなんですね。素晴らしい。確かにもう普通だったらペットボトルって、まあ、リサイクルでいろんな形で工作に使ったりとかしますけども、やっぱり一般的にはゴミになってしまうもの。そうですね。でもそこからこういう楽器、こういう音色が出せる、しかも入れるものによって音色が変わるわけですね。はい、はい、でなおかつあといろんな楽器が作れまして、はい、ちょっと喉乾いたんで僕飲み物いただくんですけども今ですねなんか巨大なペットボトルが登場してるんですよ。飲み干したわけじゃないんですよっていうのはいつもの医者が言うギャグなんですけれども実はですね、音だけ聞かれてる方には何のこっちゃって感じなんですけども、2リットルの大きなペットボトルをおすごい音5本つないだ状態で、その中に BB 弾が入ってるんですけども、そ、ね、今それを傾けたことによって出た音なんですよね、はい、いわゆる波の音みたいな感じの、はい、ゆっくりやると雨の音みたいな、あ、一気にやれば波の音みたいな、おかなり大きな音ですね。うわびっくりですね、さっきの前半の静けさとはえらい違いだって感じなんですけども、はい、なるほどなるほど、こんなこともできちゃうんだ、はい、そっか。なので、はい、杉山さんも一応作ってみませんか。え、私ですか、はいはい、ここに空の釈迦君、さっき飲み干したペットボトルですか、これ乾いてますけども、ちょうどあるので、はい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 、ちょっとこれ開けていただいて、釈迦ちゃんサイズですね、350ml、はい、ここに BB 弾を、はい、どのくらい入れたらいいんでしょうか。普段はですね、はい、ロートを使って子どもたちには入れてもらうんですが、そうですね、そうやってですね少しずつ入れないと、握ってちょっとずつ握ってこう入れていくといいですね。そうですね、あ、なかなかこぼしちゃいそうな感じ で、 そうです、スタジオ汚すと跡が大変なの で、 なで、ゆっくりゆっくり入れたいと思うんですけど、はい、これやっぱりこぼした、お約束ですので、はい、あ、そっかそっかそっか、はい、これを掃除するスタッフというのも非常に大切としてなるほどね、まあ、でもロートがあれば綺麗に入りますよね、でもやっぱ子供たちとやるとですね、あ、そっかそっか、ちっちゃなお子さんだとね、はい、あ、こぼれるこぼれるこぼれる、大きなお父さんでも大体こんな感じでこぼれますね。なるほど、はい、これなんかスプーンかなんかがあるとよかったのになとか思うんですけども、そうですね、このくらいじゃまだ少ないですね。そうです、もうちょい、もうちょい、もうちょい入れる、はい、頑張ります、はい、時間が限られてるの で、 で、ね、あ、やばいぞやばいぞということで、あ、落ちる落ちる、10個目ぐらいですかね、いい感じで落としていただいてありがとうございます。すいません、本当にロートが欲しかったそうですね、おっしょ、今ちょっと頑張って頑張って入れてるんですけども、はい、まあ、でもこれみんなでやって、しかもその周りにビニールテープ貼ったりとかってすると楽しいですよね、やっぱり ね、 ね、工作の気分。この辺で一回振ってみましょうかね、この辺で一回、はい、ちょっとこう、はい、ではではでは蓋をしまして、あとこっちが一番便利なので、あ、はいはい、大元をちょっと、あ、いいですね、あ、いい感じですね。で、お、ここにもうなんとタンもできてますね。タンもできている、はい、タン、あー、シャカシャカとタン、シャカシャカ、やってみますかね。これ基本はですね、はい、シャカを右手に持ってください。あ、逆だった、はい、シャカを右で、タンを左手に持ってください。はいはいはい、で、まずはシャッカータン、シャッカータンって、はい、シャッカータン、シャッカータン、そうですね、はい、そしたら今度はシャッカー、シャッカーをずっとやりながら、うん、タン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 、リズム感のない私にこれをさせるかって感じなんですけど、ちょっともう一回、まずシャカ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 、うん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 、残念、右と左が一緒になっちゃう、マジでしょ、あー、残念めちゃめちゃ難しいんですけど、なるほどのような感じ、このぐらいで、全然うまくできませんでしたでも一緒にやってると結構合うですよね。あ、でも本当に右と左と違うことしなきゃいけないじゃないですか、はいはい、これが子供の頃から私には全然できないことで、ですからピアノは断念したんですよ。あ、それはあれですね、杉山さんがお子さんの頃に僕たちに出会っていれば、はい、克服できた、その瞬間に克服してたそうか、はい、でも本当になので、私管楽器に走ったのはなぜかというと、
右と左と違うことをするんですけど一音を出すんですよ、はいはいはい、なので同時に一つの作業をするっていうのであればなんとかできるかなっていうことで管楽器を選んでフルートをやってたんです ね, ですね今までトータルでは結構何百人の子供たちと一緒にやってきましたけど、ね、はい、大体その場で一緒にこれをこうやるんだよってはいはいってできちゃうんですよ。子供は偉い。もうあれちょっと中学年ぐらいになってくると、はい、じゃあこれからもうちょっと振り方変えてみましょうか。なるとすぐできちゃう。今ですね、シャカを縦振りじゃなくて、ね、横に寝かせて振ってる。これもこの工夫の線ですね。でこれに少しアクセント。顔がいい線でいいですね。これもどんどん楽しくなる。なるほど。でも今もリズム感バッチリでした。バッチリ。リズム感バッチリ。あの私ですね、先ほども打ち合わせの際にもちょこっと話したんですけど、横の人に釣られるっていう癖がありましてですね、歌を歌う場合でもコーラスとかも、まさにそれなんですよ。あの、はい、僕たちあの、まあ、他のメンバーボロの一流のミュージシャンと一緒にやるんですけど、あの子供たちはやっぱりこうやってあの一流の人たちと一緒に合わせると、すぐにそのレベルになるんです。ああ、引き上げてもらえる。そうそうそう、まさにだから隣の人に引きずられて一瞬にして同じになるんですね。で逆に、その日が終わってじゃあ、うん、バイバイまたねなんて言って帰りに行っていくと、はい、もう帰りはガシャガシャガシャってめちゃくちゃになるんですね。そっか、やっぱりあのちゃんとした演奏家と一緒にやるとすぐに子供たちはできるようになる。なるほど、はい、でもその成功体験があるかないかは結構大きな違いになりますね。まさにその成功体験をやっとしてもらおうっていうのがあのペットボトルオーケストラですね。はい、で実際にもう本当に過去には本当に大所帯でオーケストラの演奏もされてらっしゃるんですよね。はい、そうですね、まあ、伊勢祐二が一人でやってた時にあの、はい、それが割と多くやってたんですけども、はい、で今は1日でコンパクトにまとまる形の活動を皆さんでされてらっしゃる。はい、はい、イベントに出まして、うんうん、一応基本ユニット4人で今ドラム、ベース、キーボード、ギターという4人で、やってるんですけれども、うんうん、そこにですね、時によっては、パーカッションの綺麗どころお姉さんたちの仕事が加わったり、おー、素敵素敵、はい、で、うん、子どもたちに指導しながら、まずこう一緒にペットボトルの楽器を作ろうと、なるほど、そして、それができたらば音楽の勉強もしようと。おお、8ビートとかも学んじゃったりするわけですね。そうですね、しかし安保さんだいぶ時間が迫ってきてしまってですね、はい、じゃあ5月5日の告知をしていただかないと終わっちゃいそうな勢いなん で, で、ね、こっちをまず優先していただいた方がいいかなと思います。はい、では宣伝させていただきます。5月5日西新宿芸能家電車ですね、はい、地下鉄西新宿駅から徒歩3分ぐらいですかね。はいはいはい、はい、すいませんちょっとあの持ってしまいました。5分ぐらいですかね、はい、のところの小学校跡地に芸能家電車がありまして、そっかそっかそっか、ここを使って1日大イベントがあります。すごい。この中で、私たちペットボトルオーケストラも、午前10時から、はい、やりますので、ぜひお越しいただきたいですね。はい、事前申し込みが一応可能な必要なんですけれども、ね、はい、わかりました。じゃあ私一生懸命あのホームページに作ってアップしますので、そこからリンクで入っていただけるようにしたいと思いますので、はいはい、放送聞かれた方はぜひチェックしていただいて、はい、参加していただきたいなと思います。もうなんかあっという間の時間でした。私も下手なりにもうちょっと参加したいです、はい、ということで、はい、今日はありがとうございました。ぜひ5月5日来てください。はい。